いたします法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本根幹に関わる重要なものばかりでございますので、加田法務大臣政務官とともに古川法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 八倉委員長をはじめ、理事委員各位の皆様のご指導とご協力をよろしくお願い申し上げます。では、令和4年度法務省所管等予算につきまして、その概要をご説明申し上げます。法務省の一般会計予算額の総額は、8067億8300万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、174億6600万円の 増額となっております所管別に区分いたしますと、法務省所管分は7437億8500万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は600億9300万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は 29億500万円となっておりま,すまた、復興庁所管として計上されている法務省関係の東日本大震災復興特別会計の予算額は、1億7200万円となっております。次に、一般会計予算の内訳は、人件費5196億6200万円、物件費2871億2200万円、 となっておりますそのうち主要施策の経費について4つの柱を掲げておりますので各柱に沿ってご説明申し上げます。まず第一に経済社会構造の転換を加速するための法務行政のデジタル化の推進の柱においては法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進に必要な経費として504億4200万円 戸席事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進に必要な経費として、253億4100万円、民事、刑事手続き等の IT 化の推進に必要な経費として、6000万円を計上しております。第二に、誰一人取り残さない包摂的な社会の実現に向けた取り組みの充実強化の柱においては、 頼りがいのある司法の確保のための法テラスによる総合法律支援等の充実強化に必要な経費として324億5500万円、インターネット上の人権侵害などさまざまな人権課題の解消に向けた人権擁護活動の充実強化に必要な経費として35億5200万円を計上しております。第3に ポストコロナの持続的な成長のための法的基盤の強化の柱においては、所有者不明、土地等問題への対応及び地図整備の推進に必要な経費として68億8700万円、外国人材の受け入れ、共生社会の実現に向けた取り組みの推進に必要な経費として38億5000万円、法令外国語訳のより一層の推進及び 国内外の法的紛争にかかる予防司法機能の強化等に必要な経費として21億2800万円、京都コングレス後のレガシーの構築を含む戦略的司法外交及び国際協力の推進に必要な経費として4億9700万円、社会・経済情勢の変化に対応するための 民事基本構成の整備等の推進に,かかる推進に必要な経費として、1億6400万円を計上しております。第4に、安全で安心な暮らしの実現のための取り組みの充実強化の柱においては、経済安全保障体制およびテロ発生の未然防止体制の充実強化に必要な経費として、32億5900万円。 良好な治安を確保するための検察活動の充実強化に必要な経費として12億8300万円、満期釈放者対策をはじめとする再犯防止対策等の推進に必要な経費として114億2800万円、強制出入国在留管理施設等の環境整備に必要な経費として287億2800万円を計上しております。 次に定員の関係でありますが、令和4年度においては出入国在留管理体制の強化、外国人材の受け入れの促進、経済安全保障体制の強化、再犯防止対策、所有者不明土地問題への対応等の政府の重要課題に対応するため、法務省全体で1338人の増員が認められており、 定員合理化による1074人の減員を差し引きいたしますと264人の純増となっております以上令和4年度法務省所管と予算の概要をご説明申し上げましたこの際加田法務大臣政務官から発言を求められておりますのでこれを許します加田法務大臣政務官はい 法務大臣政務官の加田博之でございます国の統治基盤の一つであります法務行政を推進していくにあたりまして古川法務大臣津島法務副大臣とともに力を合わせ全力で取り組む所存でございます八倉委員長をはじめ理事委員各位のご指導とそしてご協力を何卒よろしくお願い申し上げます 次に令和4年度裁判所関係予算に関する件について説明を聴取いたします。藤本最高裁判所事務総局、えー、経理局長。令和4年度裁判所所管歳出予算についてご説明申し上げます。令和4年度裁判所所管歳出予算の総額は3228億1400万円でありまして、これを前年度当初予算額 三千二3253億6800万円と比較いたしますと、差し引き25億5400万円の減少となっております。次に、令和年度歳出予算のうち、主な事項についてご説明申し上げます。まず、司法の体制の充実効果に必要な経費であります。一つ目に、裁判事務処理体制の充実を図るため、136億5500万円を計上しております。 その内容について申し上げますと、第一に、裁判手続き等のデジタル化関係経費として、7億1700万円を計上しております。この中には、民事、刑事、家事の各デジタル化関連経費、情報基盤整備関連経費が含まれております。第2に、民事事件関係経費として、26億9900万円を計上しております。 この中には、民事調停員手当、専門員手当、労働審判員関連経費等が含まれております。第三に、刑事事件関係経費として、四十一億二千七百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心身喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。第四に 家庭事件関係経費として、61億1200万円を計上しております。この中には、家事調停員手当等が含まれております。二つ目に、庁舎の耐震化等のための経費として、145億5700万円を計上しております。次は、定員の関係であります。事件処理の支援のための体制強化、および国家公務員のワークライフバランス推進を図るため、火災調査官を二人、 事務官を三十九人の、合計四十一人の増員をすることとしております。他方、政府の定員合理化計画への協力等として、六十七人の減員をすることとしております。なお、この増員等の中には、即期間から事務官への振り替え二人が含まれております。また、近年の事件動向、判事法の重院状況を踏まえ、判事法を四十人減員することとしております。 従いまして、裁判所全体で差し引き66人の順限となります。以上が令和4年度裁判所所管歳出予算の概要であります。よろしくご審議のほうのお願い申し上げます。以上で法務大臣の所信並びに令和4年度法務省および裁判所関係予算の説明書しは終了いたしました。法務大臣の所信にに対するる質疑は後日に譲ることとし 本日はこれにて参加いたします。